皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーンチップは2020年6月26日金曜日の午後4時46分です。今日は特にお知らせはありません。それにしても今週もあっという間に過ぎた気がします。皆さんも1週間お疲れ様でした。良い週末をお過ごしくださいね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もしもし、こちら団地商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金26,980ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。最近雨ばっかりで全然なんか稼げんねえけどもうあれか、虫じゃなくて魚に頼った方がいいのか。アイナ様、いつもたぬきマイレージプログラム並びにタヌポートをご利用いただき誠にありがとうございます。あ、そういうそういう、あのね、スマホのリメイクのやつを買ったんよね。スンドラさん、アイナさんどうしましょう。あなたに伝えたいことがあってメッセージカードを書いてるの。でも困っちゃったわ。飛行場に着くまでに伝えたかったこと忘れちゃったのよ。もう私ったらダメよね、忘れっぽいスンドラより。飛行場に、何、どこかに旅立つの？そういうことじゃなくて。はい、スマホケースリメイクキット、うん、シャンティシャンティ。あら、皆さん立場、世間話でも。雨の音ってヒーリング効果あるらしいわ。さっきから眠いのはきっとそのせいね、立場。あ、確かに聞いたことあるかも。ちょっとシャンティにさ、あのパンダの傘を渡したいっていう。この傘めっちゃ気に入っとんやけどさ、使ってないけど。ごきげんよう、アイナさん。雨に濡れた花ってどこか情緒があると思わない？だってば。これいらない？あら、私に？だってば。はい、このパンダの傘を、どうぞ。まあ、これは、パンダの傘じゃない。ありがとう、アイナさん。素敵なデザインの傘ね。今度使わせてもらうわ、だってば。でもね、お返しと言っちゃなんだけど、ポリネシアンのアロハをあげるわ。受け取ってちょうだい？だってば。ポリネシアンのアロハ、なんだそれは。てか、雨降ってんだからさ、今度じゃなくて今使えよ。こんな感じ。派手。超派手。まあ、とりあえずこっちに戻しとこうっと。うん、こっちの方が良き。あ、そして今日はとったけきの日ね。いや、元気かい、アイナくん。話しに来たよ。テンはこの僕を水も滴るいいライオンにしたいってことかな。なんてね、まさしく。お、シャンティがやってきた。お、さっきやってるか、心。おしゃべりしよう。雨でも槍でもどんとこいだ。おいらの筋肉への情熱はこんな雨じゃ消せないぞ、の心。みんな、みんなあれか？帽子、あ、帽子お揃いやね、二人。おーす、アイナ、元気してる？だってね。お話ししよう。アイダホのは色違いかな。ああ、濡れちまってるじゃないか。帰ったらさっさと風呂に入りな、だってね。お母さんみたいやね、ハヌちゃん。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもどうも。マイデザインショーケースへようこそ。インターネットにアクセスしますか？します。マイデザインショーケースへようこそ。ってことで作品 ID を。はい、ってことでこれね、アイの猫スマホ。かわいい。かわいい。いいね。保存します。はい、保存先。オッケー。で、これを、スマホケースリメイクキットで使うと。え、こんなん絶対可愛いやん。お邪魔しました。大きに、またどうぞ。リメイク、リメイク。みんなマイレザーうまいなぁ。ね。絶対できない気がする。え、あれかな？ 3DS の時より難しくなったんかな？リメイクする。ということで、スマホケースリメイクキットを。で、マイデザイン。ここに。あ、かわいい！いいね、アイラ猫スマホ。めっちゃいいやん。リメイクする。
これで。おお、スマホケースリメイクキットのリメイクができた。いいね、これで。ほらほら、アイナネコスマホの完成。かわいい。よし、そして、メッセージボトル。DIY 好きなお前、筋トレしてると DIY のアイディアがひらめくことがあるんだ。やっぱりオイラって天才かもね。オイラの秘密のレシピだけど、今回は特別に教えてやるよ。騙されてたと思って作ってみてくれ。意外と器用な XL より、増加 XL。砂浜の床あれじゃない？あの、貝殻レシピのやつで使うやつやないん。腰の砂浜の床かないか。腰やったっけ？なんかそんな感じの、なんか土台に必要じゃなかった？ DIY で。砂浜の床。なんか一個だけね、あと一個だけ作れてないやつがあって、それが、今のレシピが必要なやつやった気が、ちょっと待って。持ってないのが、どれや。これ作ってないやつやない。石とシャコガイ。星の砂浜の床、多分これの土台になるやつじゃない？砂浜の床を作らんといかん、ちょっと待って。ふぅ、やったね。やっとゲットしたやん。砂浜の床。なんかいっぱい貝殻が必要っぽい。待って、貝殻かき集めてこよーっと。あ、サメやん。動画の中では初じゃない？違うっけ。初やと思うんやけど。動画外ではね、ポコポコ釣り寄るけど。でも、最近あんま出てないけんさ、動画外でも。久々かな？おいで。来い来い来い。早い。かっこいい。おーい。びっくりする。ぎょえー、ジンベエザメを釣り上げちゃった。でっかい。なんかさ、こう、一通り一回はね、ほぼサメ釣り上げとんやけどさ、やっぱり何回釣り上げてもびっくりするね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、夢見を。このまま眠りにつこうかな。眠ります。思ったんやけど、私の家全体的にどこにも音楽が流れてないよね。コンポとか置いとるのに。ほい、到着。すごい。塀が、ちょ、待って、見えないんですけど、私。さあ、目を開けてくださいな。見えないよ。あなたは今、春夏秋冬島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、魅惑の春夏秋冬をご堪能くださいまし。どうもー。やっと見えた。やっとこさ見えた。これが旗。何の花なんやろう。ちょっと私にはいまいちわからなくて申し訳ないんだけども。あのね、なんか京都風の島らしくって、凛としたことの風情に包まれる。昔ながらの街並み、石畳の道をたどると、素晴らしいね。こう、和風で統一しようとしたらめっちゃ難しいよね。まあ、統一しなくても難しいんですけどね、私。あ、すごい、ホタル飛びよるよ、ホタル。あ、見てあれ。ほら。ほら。すごいね、ちゃんと。これは何？前デザインでこうやってできるってこと？大文字のやつ。すごい。私ね、行きたかったけど行けんかったんよね。え、嵐山よね。あの、修学旅行の時に行きたかったんやけどさ、時間が足りんくってそこまで行けんかったんよね。あ、自由時間。自由時間っていうか、ま、あの、自由に動き回っていい観光。の時、タクシー研修やっけ？はい、こっち側も。もうびっくり。これいつもさ、ちょっと横通った時に落ち葉が舞うのすごいびっくりするんやけど。なんかこのいい感じに木を配置するとかいうこともできんねよね。あ、そっか、和風の橋って二通りあるんか。木のやつとこっちの赤いやつ。なるほどね。こういうなんかちょっとした池でさえも、
なんていうん、風景に溶け込んでいい感じに作れるんよね。すごい。ここはお家？あ、違う、誰かの家やね。ゲンジ。あ、なるほど、あの、マロみたいな眉毛しとる子や。うさぎの。マロみたいな。あ、こっちから抜けれるんやね。なるほど。こういうね、池の真ん中にさ、なんていうん？ちょっと、土地を作って物を置くみたいな。そういうおしゃれなやり方がね、できないものか。私今土地の形には一切手つけてないもんね。誰やっけ？歌舞伎地やっけ？ん？なんだおめえ、新参者か？まあ遠慮せずにゆっくりしてってくれよ。よー。やっぱり住民もそういう系統の子ばっかり集めとるってことなのかな？すごい。いやー、びっくりした。めっちゃびっくりした。ここは？ここは住人の家か。あ、すごい。見てこれ、いい感じ。はい、お邪魔しまーす。庭にああいう感じのいいね。おー、素敵。あ、ここは旅館？かな？ぽいよね。ほうほうほう。こう、入り口入ったところにはね、ゲームとかも置いてあったりして、昔ながらって感じよね。まあ、これやったことないけど、私。ほい、左の部屋へ。お、左側は、ここ多分泊まる部屋かな。綺麗。いいね、素晴らしいね。あ、これあれやない。私が、これ車止めやろ、多分。こういう感じで使えるのか。私なんか、ね、実際に車止めとして置いとるけど、いや、あの掛け軸かわいい。ね、綺麗。掛け軸自体私見たことないんやけど、自分のところで。はい、そして、奥の部屋へ。お、京都。ペナントや。あ、ここ庭？え、すごーい！あ、いいね、すごーい！へぇー。こんな感じで、ここでゆったりと。あー、いいっすね。いいっすね。水の音を聞きつつ。でもなんか見上げたら、空一面に花火。素晴らしきじゃない？やばい、めっちゃ綺麗。いいなあ、あの庭。ね、壁紙の使い方がめちゃくちゃいい。はい、そして、あ、右側は温泉。やっぱみんな温泉ってこの湯気のやつ使いよんよね。この湯気のやつ私まだゲットできてないんやけど、これはローランということかしら？やっぱこういう特殊なやつってローランっぽいよね。ぽいっすよね。あー、いいね、いいね。ここでお風呂上がったら、ま、一気にこれでね、扇風機で、冷やされると。あんなミニサイズの絵があるん。あの絵って結構でかいやつじゃない？はい、そして2階へ。あ、ここは、宴会場って感じかな。いいなぁ、こんな綺麗な感じでできるとは。なるほど、両端に着物。あ、やっぱりこれは端っこね。これ一応座れるんよね。座れるんよね。座高が高くなった感。イエーイ、私が何かしらの出し物を。歌おう、歌おう。違う。こっちだ、こっち。ウッキウッキ。いいね。誰も聞いてないけど。寂しい。はい、お邪魔しました。さあ、ってことで。あ、こっち側は、あ、びっくりした。いけんのか。いけるんかと思った。なるほど。ポストはあんなところに置かれているのね。あ、このなんかちょっとさ、入り口奥まった感じのところにあるのとかもいいよね。そして間に、笹の葉が。あー、こういう川が流れ寄るのもめっちゃいい。そして、川沿いにある、魚屋。めっちゃいいやん。え、なんかこの川沿いの感じすごい好き。わかる？わかる？お、生きのいい魚が。あ、なに？これ、着物をリメイ
ックしとるってことよね。すご。へぇー。ここは普通に、自分が被っとったらよくわからんねよね。住人の家ということか。なるほど、なるほど。で、ちょっと奥まった感じで、あ、ここから広場に出るんやね。ふんふんふん。すごいなぁ。なんかちょっとした置物とかがすごいよね。あ、見て、こっち竹林。見て、竹林の奥にさ、ああいう感じで石碑があったりするのもなんか、ぽくない？なんかぽくない？すごいよね。あ、浜辺もなんか、あ、花火が置かれている。私もね、つねきちの屋台のやつさ、全部、ゲットしたよ。君は誰だい？ちょい。ん？あんた見ない顔だね。じゃあ始めましてだ。自慢の春夏秋冬、ゆっくり見てっておくれ。じゃあね。君はなんだか、ちょっとした不良のような。あ、同じ格好やった。織姫の服。あっちから出てこれるんかな？あっちには、こっちから行くのかしら。奥に行けるとこ、あ、あったね。あ、ここは、すごくない？なんか。金魚すくいや、金魚すくい。よきよき。見て、こっちは甘味どころがあるよ。ここでね、ゆったりと、こっち向け。ゆったりと過ごすと。あー、いいね。いいね、いいね。こういうスペース。あ、上上がれるやん。これ叩けるん？すごい。あ、え、いいな、めっちゃ。見てこれ、プール。水玉模様や。私めっちゃ普通のプールしかないんやけど。かわいい、そんなのあるのね。こっち側入れんかった。お祭りの縁日的な感じなんかな。で、これ太鼓の櫓ってこと？かな？きっと。君は、一徹。見かけねえ顔だな。おめえ誰だ？あ、これってあれだな。夢の中ってやつだろ。ま、とにかくよく来たな。歓迎するぜってか。てか。イェーイ。ちょっと待って。逆向きに座っていただきたかった。私、織姫やけん、彦星の方に座ろう。こんな感じで。かわいい。あ、これで、回して景品がもらえるのね。だらららら。バン。景品がどれかはわからんけども。わからんけども。なんかあの常吉の屋台のやつさ、一通り揃うまでは、かぶりなしで全部出るらしいね。何？何置いとんやろ？とりあえず、イェーイ、五重の塔。五重の塔。みんななんか塔持っとるね。どこでゲットするんすか？レシピ？レシピなの？いいね、こういう高いところから。見晴らしがいいぜ。見晴らしがいいぜ。何あそこ？見て、こんなところにお座敷があるんですけど、流しそうめんしゅうりょう、流しそうめん。海の見える場所に、見て、なんか隣とか滝なんやけど。おー、すげえ。ドキドキする場所やね。なんか下にも、ここは？どうやって行くんだい、そこには。わからないの、だけど。あっちから行くんかな。こっちはどこへ、どうやって行くのかしら。こっちか？こっち側とか行ってないよね、まだ。あ、ここは博物館なわけだね。あ、なんか、あれやね。こうやってやったらすごいちょうどいい感じに見える。考える人。博物館前なんかこういう感じにするのめっちゃ綺麗。え、てか、岩の場所も、ね、すごいね。だ岩の場所ランダムなんやろ？ここに来るまでめっちゃ頑張ったってことやん。やば。
なんか博物館前さ、迷路みたいになってるやつとかあることない？あのリアルで。行ったことないけど、そんなとこ。なんか見たことある気がする、そういう感じの。こっから抜けれるんやっけ？あ、違う。待って、広場に戻ってきた。あ、ここからか。来た。何あれ。あ、なんかこういうの、テレビで見たことある。なんやっけこれ。なんかあるよね。いっぱい鳥居がある感じの。え、すごい。なにこれ、線路？そしてそこを抜けるとプライベートビーチ。素晴らしき。なんかね、こういうのね、テレビで見たことあるんよ。あとなんか有名人がインスタに上げとったりとかした。なんかそういうやつ。いいなぁ。私京都行ったのにさ、なんか大した場所観光してないような気がする。これ全部見終わったんかな。え、これ右側行った？私また戻って行きよった。あ、ここか。ほんと？もう全部回ったんかな？左下行ったっけ？ちょっと待って、左下行ってない気がする。ゆめみさん、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、ゆめみさん。左下、左下。やっぱり、なんかここをめっちゃ走ってくるのすごいいい感じ。綺麗。いいっすね。あ、こっちの下行ってないよ、こっちこっち。あ、ここから抜けたら浜辺にたどり着くと。なにここ？あ、すごーい。ごめん、めっちゃ遅い。え、歌舞伎町こんなとこまで歩いてきたん、やば。え、すごい。ここは？屋形船的な感じなんかな？普通に建物なんかな？なんか、いいな。この和風の感じの作りすごいな、いいな、綺麗。ね。よき。なんだろうな。なんか和風な感じってさ、作るのめっちゃセンスが問われるような気がする。いや、何もかもやけどね。和風じゃなくてもだけども。あれ？なんかこの村、こっち側があるのか？あ、まだあった。そうね、なんかね、エイブラシスターズとかそういうのが全然ないなと。すごい！アジサイがいっぱい！見てこれ！すごくない？アジサイが、アジサイ畑やアジサイ畑、素晴らしき。え、こんなに綺麗にいっぱい配置できるのいいなぁ。あ、なるほど、ここが飛行場で、実際に訪問したら、飛行場から、アジサイのところに着くわけですね。あ、なにこれ？エイブルシスターズ前めっちゃ、和風な感じの服が。サメ。なんかさ、人のところに夢できたらサメが必ずおるような気がするんやけど。自分の島に現れていただきたいね。え、かわいい！あ、これ、マイデザか。ね、あの、これかわいい、これ。ベレー帽じゃなくてこっち。あの着物めっちゃ綺麗。いいっすね。マリンスーツに竹のステッキ。あ、もしかしてこれステッキで変身できるとかそういう。違う？人が使っても変身できるんかな、これ。シャラン。自分が登録してるやつしかなかった。なるほどね。そういう感じなのね。あ、別にあれか。帰るときに戻されとるか。多分実際に訪ねたら、この辺にあるやつを着れたりとかするってことなんじゃないかなと、思うんだけど。そういうことでしょうか。あ、で、あれなんやね。ちょっと景観にそぐわないような感じのを端っこに、こういう感じで、追いやってるわけだ。どうも。どうも。やっぱ全てを組み込めるっていうわけじゃないんやね。難しいもんね、絶対。ほら、多分ここで好きな服を選んで着て、あの、観光をするっていう感じなんじゃなかろうかと。若ざりってなんだろう。片足上げて。あ、いいね、若ざり。こんな感じ。なんか花が。イエーイ。一応ね、和風っぽい格好はしてきたんよ。まあ、織姫の服なんやけどね。あの、コメントで聞いてさ、すぐに、織姫の服を購入しました、私。で、この、こ
ちが多分あれよね。うん、お店だね。あ、で、こっちは、あ、なるほど、こっから出てくるんや。この先にも。渡っていけるんかな、これ。あ、いけんかった。こっちからぐるっと回るんね。いいな、この桜、綺麗。なんかちょっとした庭園みたいな感じなんやね。ん？この上にもなんか、座布団が並んでいる。あ、なるほど、こういう、そうなん、私、庭石めっちゃいっぱいあるんよね。庭石がめちゃくちゃあるんやけど、でもこの地面のやつ、これは前出座ってことやろ？なんかな、そういう地面をさ、敷けるようにしてくれんかな。その公式で。自分で作るとかではなく、ね。こっちは景色を楽しむところやったね。あ、ここから景色を眺めるということかな。やっぱ日本庭園っていいよね。おっと。なんかすごいバランスとか計算し尽くされてる感があるもんね。あ。これ秋バージョンってこと？もみじが浮かんどる。私が持っとるやつさ、普通の水受けと、あと桜のやつやもん。もみじのっていうのが多分あるんやわ。私もそのうちゲットしたい。今のところね、時間操作一切してないけんね。みんな結構あ、飛行場に来てしまった。どこから帰るんでしたっけ？こっちの横からか。あ、ここから出てきたような気が。ふぅ。あ、で、ここの通りをね、走ってきたんよね。あ、こういうのあるんやね。なにこれ。竹やろう？なんか色が違う。さっきまでウニあったっけ？全然目に入ってなかった。別に急激にウニ現れたりしてないよね。あ、広場。ほい、ということで、見えねえ。いや、この角度でよしと。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2020年6月27日土曜日の午前11時3分です。本日はなんと、アイラトーンで初めての虫捕り大会が開催されております。初めてやったね。そっか、釣り大会だけやったもんね。あれ？なんか花変わった？バラやったっけ？開催時間は夕方6時まで、受付は広場前にテントとなっておりますので、どなたもご参加くださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。釣りじゃないわ。虫捕り大会もなんか変わっとんかな、飛び盛りから。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。あれかな、ジャスティンみたいに買い取ってくれるんかな？釣り大会じゃない。釣り好きだな。虫捕り大会の日でも買い取ってくれるんかな、レックス。待って、ど真ん中に生えてきた。さあ、そうして。あれなんよ、ハニーさんのところでさ、私、リサと海蔵くんに、めっちゃ愛の結晶やったっけ。何やったっけ、なんかそんな感じのやつ。あれでね、いろいろと家具を交換してもらったんやけど、まあでもこの辺のは、後で勝手に受け取っとこ。親愛なるアイナさんへ。今日の調子はいかが？ふと思い立ったからあなたへメッセージカードを送ることにしたの。お？送ることのしたの。誤字があるぞ。たまにはこういうサプライズ的なやりとりも悪くないでしょ？これからもよろしくね、ツンドラ。よし、それじゃあちょっと先に、今日までの株を売り払ってきます。もう今日売るしかないもんね、これは。もう、明日は無理やけん。どうもー。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。ってことで。あー。どうやろう。これで下がっとったらどうしよう。うわ、下がってる。マジか。めっちゃ損したやん。やば。あー、最悪。やっぱあれやん。ね、上がっとった時に売るべきやったね。140ベルまで、ぐらいまでいっとったんやっけ。え、つらえ、つらい、つらい。はい、売ります。もう売るしかないやん、腐るし。はぁ。ありがとうございました。ました。テンション下がるわ、最初から。よし、それじゃあ。
おお、みんな張り切ってるね。やあ、虫取り大会開催中だろ。夏ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い、楽しみすぎる。虫取り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。あ、釣り大会と同じパターンなんやね。捕まえた虫の数に応じてポイントがもらえるぞ。溜まったポイントは俺が選んだとっておきの虫グッズと交換できるから、ぜひ頑張ってくれ。あ、グッズがもらえる。え、あれかな、どうやろう。私ね、釣り大会のグッズは全体的にめちゃくちゃ可愛くってね、どれもお気に入りなんやけど、虫グッズどうかな、可愛いかな。ちなみに捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入るようになってるからな。え、自動的自動的ですか。あ、マジか。要は網一本さえあれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってわけさ。え、釣り大会もそうしてや。なぜなぜ虫取りだけってことで、虫取り大会に参加するかい？今日初めての人は参加費無料だぞ。ふんふん。参加します。お、そうかい。歓迎するぞ。それじゃあ、今から3分測るからな。どんな虫でもいいから、とにかくたくさん捕まえるんだ。3匹以上でボーナスポイントもつくから、まあ頑張ってくれ。じゃあ行くぞ。待って。ちょ待って。待ってや。虫取り大会スタートー。はい。イエーイ。かわいいね。アンチョビのその帽子。確実にさ、普段の方がいっぱいおると思うよね、虫。お、あれはカマキリじゃねえか。ヘイ。まああれはね、種類じゃなくって、この、数で競うっていうのが、いいよね。しかし、いねえな。アメンボも入るよね。よし。多分、網で捕まえられるイコール虫ってなったはずやけん。あの、ヤドカリとかもね、虫に含まれとったはず。ちょ、待って、さっきこの辺に、ほら、止まっとるのを見つけてたんだ。く、もういねえか。虫取り大会フィニッシュー。なんかさ、3分間終わった途端に虫増えた？気のせい？気のせいですか？いや、どうだった？虫たちの息吹は感じられたかな？チャレンジ中に君が捕まえた虫は、そこのテントの下の虫かごに入ってるから、確認しておいてくれ。あ、いらなかったらもちろん全部。あ、買い取ってくれるんや、やったー。俺が買い取らせてもらうから、その時はぜひ声をかけてくれ。でもまずは、結果を発表しとかなきゃな。ふんふん。虫かごに入った虫の数は全部で10匹。ん？ 3 匹以上だからボーナス発生だ。すごいじゃないか。全部で12ポイント獲得だ。獲得したポイントは手持ちのポイントとして自動的に溜まっていくぞ。ポイントが溜まれば、俺が選んだ虫グッズと交換できるんだが。まあ、詳しいことは後で聞いてくれ。ってことでちょっとグッズが欲しい。ん？どうした？俺にどんな用かな？他のこと？大会に参加してくれた人の虫は、高額での買い取りもさせてもらってるんだが。ポイント交換して。君の今のポイント数は、32ポイントか。うん。10ポイント使って商品と交換だな。ふんふん。お、壁紙？バタフライの壁紙だ。まだ22ポイント残ってるけど、商品と交換する？しまーす。うん。10ポイント使って商品と交換だな。このポイントっていうのは、次回の大会に繰り越せるの？ありがとう。アリ塚だ。まだ12ポイント残ってるけど、商品と交換する？アリ塚？ま、でも外に置く分にはいい感じかな。交換します。ふんふん。お、傘？テントウムシの傘だ。あ、絶対かわいい。虫の祭典にふさわしい、愛に溢れた虫グッズを用意したよ。ぜひ活用してくれ。虫取り大会は午後6時まで参加できるから、またポイントを貯めてくれよな。傘、どんな感じ？おー、こんな感じ。え、可愛くない？てか、この格好にも結構合っとる気がする。よきー。可愛いよー。雨の時は傘差してないけど、こういう時は差すやつ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。私も自分の部屋にね、自分の部屋というか、自分の島の部屋にやっとね、音楽をつけたんよ。お、到着。秋？秋かな？あ、見てあれ、ポケモンなんやけど、旗。
さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、デッチーニという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、魅惑のデッチーニ島をご堪能くださいまし。デッチーニ島に到着。ほら、見て見て見て。めっちゃ昔のポケモンや。これあれかな？ポケモンピカチュウ？あのピカチュウが後ろついて歩いてくるやつやろ。え、めっちゃいいんやけど。何これ？なんか木の実のツリーみたいなのがある。超かわいい。ねえ、なんか、なんて言うん？何これ？松ぼっくり？松ぼっくりのなんか、塊みたいなのがある。いいな、なんか、秋いいね。いいね。キノコいっぱい生えとる。かわいい。いいな、いいな。このキノコはランプってことか。なにこれ、マシュマロさして焼きよる。なんかちょっと女子力高い感じ。秋にはキノコ計画がいっぱいあるということかな。よし、それじゃあちょっと、お邪魔します。お、すごい落ち着いた感じの部屋やね。よき。あ、タツノオトシゴいいな。え、なんかめっちゃ、すごいいい感じにまとまっていらっしゃる。あ、これいいな、この本。なんかしおりが挟まっとるやつ。これなんなんやろ。ただの飾り？はい、それじゃあ左の部屋へ。お？左側なんかめっちゃ、どうした？大丈夫か？こんな部屋にいて。こんな部屋にいて大丈夫なんすか？え、これは？なんかみんながよく、お風呂場とかに使いよるやつ？またなんか違う感じ？こんなんやっけ？なんかめっちゃ光ってない？なんか超白くない？なんか、なんて言うんやろ、霧というよりは、雲みたいな感じに見えるね。なんでやろ。なんかライトが当たっとるとかそういうこと？かな。わからねえ。なんか知らんけどめっちゃいろんな研究をしよるっぽいね。あれは失敗はしてないのかな？大丈夫なんかな？はい、それじゃあ奥の部屋へ。お。え、かわいい！見て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 。これあれやろ？クローゼットよね。え、めっちゃかわいいんやけど、いいな。いいな、私これが欲しかった。え、私の島はね、普通に、え、これ、リメイクとか？そうじゃなくて？これって横にポケットついとんやね。初めて知ったんやけど。え、めっちゃ可愛いんやけど、よき。ここはお風呂場ということでいいんかな？なんか真ん中はちょっとくつろげるみたいやけど。はい、そして、ん？こっちからはいけんのか。こっちからか。はい、右の部屋へ。あれ？お風呂場はこっち？さっきの場所は一体。こっちは何？お客様用とかそういうこと？ではなく、なんかトイレいっぱいある。え、もしかしてあれなんかな？個人の家とかじゃなくって、なんか施設なんかな？公共施設みたいな。ね、なんかトイレいっぱいあるんやけど。え、なんかこの絵いいね。なんかいいね。シンプル。何の建物なんやろうな、ここ。これさ、さっき思ったんやけど、この電話も良くない？これって電話よね。なんかなんていうん。昔の海外ドラマみたいなんで。見たことあるような気がする。はい、それじゃあ2階へ。あ、2階はなんか、普通に、今時の女の子の部屋って感じ。てか、ここになんかすべて、生活スペースが集約されているような感じが。え、これってさ、おもちゃ箱みたいな感じじゃない？積み重ねれるん？2段にできる感じ？え、もともと2段じゃないよね。え、なんかめっちゃリアルじゃない？わかる？なんかすごいリアルじゃない？絶対こういう家の人おるやろ。え、絶対おるやろ。こんな感じの。
え、かわいい。見てこれ。この裁縫セット、めっちゃかわいくない？いいね、いいね。ほら、ここにすべてが集約されとって、しかもめっちゃなんか、リアル。良き。え、これはさ、この家具は、これで一つ？なんか、換気扇のところだけ色違うんやけど、そういう仕様なんかな、元から。なんかいいね。こういう感じ好きなんよ。リアルな感じ。リアルやけど綺麗な感じ。はい、そして地下へ。ほ、なんか地下学校だ。何一人早弁してんの？何一人早弁してんの？何してんだ？ここあれかな？副担任が座っとったりするんかな？あ、こういうタイプのやつもあるんやね。なる、なんか監視カメラついてる。びっくり。へぇ、監視カメラがついてるような教室があるんすか。あ、これ国語の授業やね。縦書きやし。なんかこういう感じ。先生たちみんなこういう書き方よね。なんなんやろ。決まっとんかな。なんか、向こうは一人、美術の授業しよるけど。ほら。あ、そして、教室の後ろでは生き物を飼っていると。ふんふんふん。アリやん。アリと？これは、クワガタ？カブトムシ？え、なにこれ？なんか思ったよりでかかった気がする。カブトムシか？なんか、思ったよりでかかった。私上の部分だけかと思った虫。あれ全体か。まあ、なんかいろんな施設が一緒になってるっていう感じなんかな、この建物は。はい、それじゃあ、お、ん？これはもしかして、着替えか？よし、着替えましょう。よしよし。ってことで、質素な帽子。アンティークなブーツ。スラックス。オカリナ。なんかさ、いい感じに旅人風、なんかスナフキンみたいになったけど、服だけ派手っていうね。あ、すごい。これなんか、奏でられやんかな。手の動きが、手の動きがめちゃくちゃうるさいけど。このままでなんか奏でれたらいいのにな。こんな感じで、お、なんかいろいろと落ちてる。デイリータイツ、編み上げブーツ、オランダの帽子、全身タイツ、旅。めっちゃいろんなのあるんやけど。ちょっとテントにお邪魔します。お、ここではなんか3人がキャンプしようかな。え、その人たちのお着替えだったりしてこれ。ちょっと奪ってしまったけど、お、どちら様でしょう。りっちゃん、マイデザもあるよ。マイデザ、てか服装おしゃれだね。あ、いいな、白いバラだけこうやって集めたらめっちゃ綺麗な感じになるね。よき。そしてその中に白いピアノ。ん、そしてここはね、なんかハリポタの談話室らしい。チェス。茶色いのおしゃれやな、なんか。ね、白黒というわけではなく。なんか、ここの岩場の部分にさ、こうやってなんか部屋作るの、なんか、いいね。斬新な感じ。え、なんか土偶がいっぱい。え、なにこれ？何かの撮影ですか？何の撮影なんだ？何が起こっているんだ？あ、見て！ほら、金のバラ！金のバラ、私、あんまり見たことないよね、あつ森の中で。傘？え？ここは？ここは海賊のアジト。うわぁ、めっちゃ財宝、財宝やって。めっちゃ財宝ありやん、いいね。え、あの王冠ってちゃんと身につけれるやつよね。綺麗。あ、この辺のは何？アンティーク家具とかも集めてるってことなんかな？なるほどね。すげえ。私何が回転しようかと思った。あれミシンかな。
すごい。お、びっくりした。じゅんくんおった？あれ、さっきもおった？来るとき。気づかなかったよ。で、こっちはね、秘境エリアらしく。これもやっぱり、岩の位置とか調整したんやろうな、すごい。ね。え、これは何？これもなんか、え？これもなんか買えるやつ？自然の石じゃないよね、確実に。なんか巨人みたいな。巨人のような。このキノコは自然に生えてくるやつかな？平たいキノコ。ぽいね、ぽいね。あの上にあるお墓もすごい気になるのだけど、お、そのまた上にもあった。お、こっちも。ん？あ、こっちは行き止まりと。こっちの方はね、キャンプエリア。あ、ここ飛び越えれる感じやんね。よ。お、びっくりした。誰だったか、シベリアさんか？オカリナ吹いた。ん？見かけねえ顔だな。おめえ誰だ？あ、これってあれだな。夢の中ってやつだろ。ま、とにかくよく来たな。歓迎するぜ、テッサス。デスダス。ここはマーメイドエリア。かわいい。なんかこの家具もあれ？色がいろいろあるわけ？ほ。ほ。びっくりした。もう一匹おるんかと思った。すごいな、マーメイドエリア。実際にこの辺に人魚姫とかおりそうな感じ。お、砂のし、これ何？椅子これ？あ、座れる。こんな感じの椅子があるんやね。なるほど。このお風呂。うわぁ。私もこういうさ、ジャグジーが欲しいんですが。めっちゃ欲しいんですが。ほい。お、お、ゆったりと音楽が。なんかあれやね、飛び越す部分がいっぱいあるね。ここは。なるほど。こういう感じで。この辺でまたゆったりと。ゆったりゆったりと過ごすわけだね。キャンプしてるにしてはなんかめっちゃ真っ白な服を好むのね。すごい綺麗好きやったりするんかな。ん、そして、なんかあの上に人形があるよ。あ、こっちはなんか街っぽい感じになっとる。この辺は街ということでよろしいのかしら。お、積み上がった本。ここでめちゃくちゃ本を読んでいらっしゃるのね。なるほど。あ、なんか、木、いろんな色があるな。なんかこれちょっとオレンジっぽい、黄色っぽい、赤っぽい。ね、なんか、なに？いろんな段階があるの？おー、ほら、街。昔懐かしい街って感じやね。ほらほらほら、電車電車。良きだね。あ、なんかこれね、街外れにこうやってゴミ捨て場がある感じもいいね。どうも。ちょっと待って、オカリナが。お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか？ここは夢のように素敵な島なんですよ。楽しんでいってくださいね、ダベア。ダベア。これは一体何の段ボールなのだろうか。おう、びっくりした。はしごでしか行けない場所あるよ。はしごでしか行けない場所？マジで？見て見てこれ。あ、なるほどね。ビーチボールを、スイカ畑みたいな感じに。すごーい。なるほどね。確かにいっぱいあったらそんな感じにできるね。ここはなんかちょっとした庭があるよ。いいね、いいね。君のお家はどこだい？ここ？ではないよね。え、でもこの辺に家ある？ほら、なんか一人一人さ、ちょっとした、なんかこういうさ、なんていうの、素朴な感じの家でも、一個一個庭があるのいいね。ん？ここは？いいっすね。海の家？あ、なんかめっちゃおしゃれ。いいな。いいな。この辺、ダイナー系ってことか。うわ、サーフボードめっちゃいろんな種類あるやん。あ、なるほどね。これ、手持ちペナント？私も持っとるけど、浜辺とかに使ったらさ、あ、なんか旗取るやつあるやん、走って。なんかあんな感じになるね。あ、
確かに海の家ってこんな感じや。あんま行ったことないけど。あんま行ったことないけど。え、これなんか同化してない？めっちゃ同化してない？へぇ、あ、で、奥にはちゃんとシャワー室が。へぇ、すごーい。いいね、いいね。綺麗。でかっ。え、めっちゃでかっ。こんなの、え、これってさ、あれじゃない？釣り大会の時に置いとるやつじゃない？これもなんか景品でもらえるとかそういうことかな？ポイントと交換、みたいな。あ、こっちには、綺麗なプール。ふふ。雪ですね。あ、かわいいよ、ほら。クマ。このクマかわいいな。いいな。めっちゃなんか女子力って感じじゃない？これ上に何飾ったの？フクロウかな？あ、本が。本が海に濡れてしまう。海に濡れてしまう？なんか日本語がおかしい気がするけど。おー、海を背に。コーヒーですか？良きですな。なんかさ、みんなさ、あの何？作業台めっちゃ可愛くない？私可愛いの全然ないんやけど。え、可愛い作業台欲しい。なんか普通に映えそうな感じの。みんななんかいろんなところ、活用しとるよね。こういう岩場とかさ、全然活用できてないけんな、私。そして白系で統一された浜辺。綺麗。この色も見えなくなった。この色も可愛いし、灯台、良き。あ、ほらほらほら。ね。違う色。さっき向こうにあったやつまた違った色だったような気がする。すごいな、これ。何？両側に落ちよるってことかな、滝。すごーい。こっちはちょっと和風な感じやね。あ、なんか。見て、あっこ。おー、上がれた。上がれた。何あれ？台所みたいなのあるんやけど。なんか、定食屋さんみたいな感じかな。あ、かわいい、ワンちゃん。あ、いいね、いいね。あ、こういう感じの、あの奥のさ、あの植物？ああいう感じのなんか庭先にある人あるよね、結構。あ、そしてほら。公園。いいな、なんか。ね、すごいシンプルでめっちゃいいな。なんかさ、こういう感じの風景さ、あれじゃない？妖怪ウォッチにありそう。お、ここは。なに？みんなが選択できる場所ってこと？ここ。そういうところが昔はもしやあったのか。あ、すごい、見てあれ。2階部分のベランダとかに洗濯物干しとるってことやろ？うわ、超リアルやん。すご。すごーい。そしてここが、横丁みたいな感じ？ラーメンに、おでん。そして奥に行くと、ここで和食とか、居酒屋さんかな？楽しめると。そして厨房が。なるほどね。ちゃんと建物とかなくってもこういう感じでできるもんなんだなぁ。すごい。ん？あれはまたさらに違う場所か？なんか上にもお座敷みたいなのあるんやけど。もしやこっちから行けるとか。ん？違うか？ん？違うな。こっちではないな。こっちではなくて、あ、え、もしかしてこれは、ピアノを自販機みたいに見せたのかな？違う？あ、すごい！見てこれ！たぬき商店、めっちゃ賑わっとるやん。え、なんか店の前こういう感じにするのめっちゃいい。ね。超人入っとるよ。多分あれやね。こう、地元のお店に、子供たちがワイワイとやってくるみたいな。あ、戻ってきたんか。あれ、ちょっと待って。あの上の部分行けんくない？こっちから行くんかな、もしかして。ん？なんだか、さっきまでと違う世界観。ほ？なんか、さっき、めっちゃね、古き良き日本って感じだったけど、超洋風な感じに生まれ変わったんだけど、すごいな。本当になんか、同じ島の中なんだろうかっていうぐらい世界観が違うぞ。ここは何なんやろう。カフェかな？カフェっぽいね。ちょっとなんか悲しげな音楽が流れよる。
ほら、こっから見える景色とこっち全然世界観が違う。綺麗やね、なんか。物悲しげやけど可愛い。綺麗。そして、こっち側に。フルーツ。あ、すごい。何、どういう場所あれ。いけん感じなんかな。なんかフルーツの木がいっぱい生えとって、フルーツ系の商品とかがいっぱいあるけど。うわー、見てあれ、なんか。え、すごい。図書館なんだっけ。これ忘れ物ってこと？忘れ物ってか落とし物ってことかな。見てこれ、すごい。え、めっちゃすごくない？ちょっと待って。横側が、あ、これでちゃんと。ねえ、これ。すごい、ちゃんとなんか、高さもあってさ、すごいね、こういうの。へえ。こんなところに図書館があったよ。見て、なんか上に、熊がカフェを楽しんでいるよ。なんかどこ行ってどこ行ってないんだかちょっとよくわからなくなってきたんだけども。ここは、鉱山や鉱山。小人さんが働きようやね。お、見て見て見て。上もちゃんと働きよう。おー、さらに上にも。小人たちの鉱山。みんな働き者やね。頑張りよる。あ、そしてここは小人さんのお家？あ、ここあれやん。白雪姫の家とかそういう感じやんね。リンゴもあるし。お、小人。なるほど。この辺は白雪姫の世界観ってことかな。こう。あ、はしごや。なるほど。このはしごを持って、なんかどっか行く場所があるっていうことやね。普通に見落としていたわ。めちゃくちゃ普通に見落としていたわ。なんかさ、あ、もしかしてこれ普通に落ち葉とかじゃなくって、このもみじ多分、網です。取るやつなんじゃないかな。あ、ここ抜けれるやん。あ、見て、なんか上。びっくりした。虫がなんかしようかと思った。ここでなんか、絵を描き寄る人がおるってことやね。へぇー。あ、すごい！なるほど！マイデザ使ったらほら、上に橋がかかっとるみたいに見せれるんや。そう、ああいう感じでね、橋を架けたいって言える人がめっちゃいっぱいおったんよね、あつ森で。見て、こんなところに。チャペルがあるよ。ほら、すごい。森の奥のチャペル。めっちゃなんか自然と一体化している。ひっそりとひっそりと、ここで愛を誓う人たちがいるわけやね。いやー、びっくりしたわ、じゅんくん。素晴らしきやん。待って、ここから抜けたら海賊のとこに行くんやね。あ、てか、見て、ちゃんと魚の絵や。あのなんか、看板矢印で刺しとるやつ。に、そして、お、フラミンゴ。お、めっちゃなんか、花畑や、花畑。お、どうも。秘密の場所、行った？まだ行ってないんだ。あ、ちなみに、ここ、あれだよね。フララの顔花畑らしくって、上から見たら、フララの顔に見えると。何ここ？なんかめっちゃ、占い？占ってくれるのかい？何か。どこから上がればいいんかな、これ。ね、一応、三段目ぐらいからが綺麗に見えるらしいんやけど、三段目とは。ここから登れるんかな？ここではしごを。え？登れねえ。滝はさすがに登れんよね。登れないっすよね。あ、なんかここ登れるやん。あ、登れた。見て、登れた。ここ3段目？どこから見たらいいんかな？こっちからかな？じゃーん、これが、フララの顔花畑らしいです。フララのお顔。あの黒いバラとかが、口と目を表現してるということかな？あ、要はこのはしごを使って色々と行ける場所があるっていうことか。うん、うん、うん。あ、一応ここ登れるとかあったわ。登れるとかあった。あ、
見て、こっち側にあった坂、あ、来たかったところ。あ、このマトリョーシカかわいいな。マトリョーシカなんか不気味なのしかないなと思いよったけど、かわいいのありやん。そしてここで、これも落とし物か。ここでフルーツジュースを楽しむと。こういうカフェの背景に滝があるのはいいよね、綺麗。これもしかしてあれやない、あの前に他の人の島で見た桃から生まれた桃太郎というやつでは。そんなアイテム名かどうかはわからんけど、ほら生まれた。え、すごい。じゃあ普通にあれなんやね、あの触ったら割れる感じやけん、普通に桃として置いておくことができるよね。お、見てこれ。水の上に寝そべることが。お、ほらめっちゃなんかリゾート地って感じ。突然の南国。いや、いいと思う。綺麗。あ、なんかいいね。カメハメハ大王。この建物にめっちゃよく合う感じ。よき。お、なんか遊園地あった。こっちにはなんか遊園地みたいなのあったよ。おー、いいね、いいね。これ開けれるんかな、もしかして。開けれんかった。あ、開けれなかったわ。あ、ここは案内所みたいな感じなんかな。あ、ピンクもあるやん、おもちゃ箱。え、ポップコーンもあるのね。これ中のポップコーンもピンクなんやけど、ストロベリー系のポップコーンですか？なんかめっちゃ、ディズニーとか行ったらさ、めっちゃなんかいろんな色のポップコーンあることない？いろんな味、いろんな色。こっから入れるのか？お、ピクニック。すわ、出ない。別のとこから入ったらいいんか。よし。これで、ピクニック。あ、これ、同じ色にしとるっていう、同じデザインにしとるのはあれか。直接レジャーシートに座っとる風に見せるためってことかな。こんな感じ。ピクニック。いいね。クマちゃんも同席している。あ、ここから。何あの銅像。美術品かな。あ、こっち側前。あ、こっち側行ったんやね。ことは通り過ぎとったってことかな。あ、すごい。何これ。え、めっちゃすごくない？ほら。両端が滝。両端が滝。ん？君さっき向こうにもいなかった。気のせいかな。めっちゃ動くね。ほら。めっちゃ動くね。あ、これは枯山水じゃないっすか。いいね、いいね。やっぱ枯山水は良きっすね。あ、ちょうどあの石の下が、波紋みたいに広がる感じに。そしてここは、あ、銭湯？なるほど、ここに露天風呂があるんやね。あ、すげえ、滝が。そしてここが脱衣所で、見て、卓球。で、ここで、涼むと。ほう、いいね。和風っすね。あ、こっちにはなんか、お墓？こういうタイプのお墓もあるんやね、ちゃんと。ほうほうほう。誰かがお墓掃除を。そして、あ、ここがもしかして男の子の家か？ちょっと。お邪魔しますよ。めっちゃ和風や。え、なんかすごい、なんて言うんやろ。まあ、今時ではあるけど、すごいラフな格好しとったもんね。おばあちゃんと一緒に住んどったりするかな。はい、左の部屋へ。え、なに？おしゃれすぎやろ、どうした急に。なに、何事？なんかおばあちゃんち、この部屋だけ改造された感が半端ない。ちょっと、動揺した。これはあの男の子の DJ ブースですか。絶対落ち着いて寝れんやん、こんなところで。はい、そして、奥の部屋へ。なになんか、あれなの？入り口入ってすぐの部屋だけなの？
落ち着けるのは。でも多分四方八方からめっちゃうるさい音が聞こえてきそう。ねえ、ちょっとなんかびっくりするぐらい雰囲気が違うんやけど、周りの部屋が。ほら、何、どうしたの？侵食されとるよ、おばあちゃん。大丈夫？あの男の子自由自在にやりすぎじゃない？もしかしてあれ？なんか警察とかの目をくらましといて、入り口で。で、ちょっとなんか奥とかに進んでいったら、こういう悪い人たちがたまりそうな。そういう感じの。ほら、絶対この家からね、想像つかんやん。お邪魔しました。ちなみに、はしごでしか行けん場所っていうのが、みんな結構移動するんよね。はしごでしか行けん場所っていうのが、博物館の裏から、はしごで降りたら行ける場所があるらしいんやけど、あ、ここや、ここ。博物館。んで、あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。で、この博物館の裏から、はしごを使って、降りると、これか？あ、もう一段あるっぽい？こんな感じ。プライベートビーチ。プライベートビーチに到着したぜ。イエーイ。ここで合っとる？ね、ここで合っとるね。ここが秘密の場所らしいです。いいね。こっからなんか星見たりとかいろいろするんかな。いいね、こういうなんか道具使ってじゃないといけんような場所とか。ここ。あ、そっか。で、あっちには占いスペースみたいなのがあるんやね。よし。多分これで全部回ったはず。いや、なんかめちゃくちゃ見応えあったよね。すごい、ボリューミー。あ！何気にこっち側来てなかったね。本のところは行ったけど。こっちから広場に出れるんやっけ？広場はどこだったかしら。でも、多分このあたり。ここはアリスの世界。あ、待って、ここの下か。よしよし。いやー、いろんな世界観がありすぎて、ありすぎて。ね。めっちゃ、充実。な、ハタのさ、ポケモン、ここしか関係なかったんかな。なんか他のところにはなかった気がする。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は、2020年6月28日、日曜日の午前11時23分です。今日は特にお知らせはありませんが、さっきお茶を入れたら、茶柱が立ったんですよ。あ、私言ったら個人的な話をしてしまってすみません。では、本日も楽しい一日になりますように。もうなんか静江さん茶柱立ちすぎて、全然珍しくないやん。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もうほら、バラに道を塞がれている。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、1404ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。よし。違う。お、ハッピーホームアカデミー。なんで私つんだらさんのやつ星つけとんやろ。アイナさんのお部屋は 79,621 ポイント、ランク S。積み木テーマの家具が集まってきましたね。お部屋に統一感が出てきています。この調子でコンプリートを目指してください。ハッピーホームアカデミー。あ、これは子供部屋のこと言われよんやね。あ、リビングとかだけじゃないんや。見てくれるの。そして、モニカ。こんにちは、アイナちゃん。メッセージカードって。何を書こうかいつも迷っちゃうんだよね。伝えたいことはいっぱいあるけど、文字にすると長くなっちゃうし。
はーん、上手にまとめられないよ。考えすぎちゃう、モニカより。かわいい。ちょっとそれじゃあね、私。まあ、今日は日曜日ってことで、うりちゃん。うりちゃん、あ、アジサイが咲いている。何何いいこと教えてあげるよ。やるせないものを誰かに伝えたいとき、使えるリアクションがあるんだ。こんなにたくさんバレンタインチョコをもらっても、一人じゃ食べきれないよ。こんな感じで思いを伝えたいとき、このやれやれを使ってごらん。共感してもらえるかも、まさしく。季節。バレンタインとか季節感なさすぎなんですけど。やれやれなリアクションを教えてもらった。ほんとかな？やっほー。あ、いらっしゃい。株売り始めてまだ少し。日曜の午前中といえば、この折にお任せだに。株売り始めてまだ少し。かわいい。さあ、今日も新鮮な株をどっさり持ってきてるだに。一株92ルブルだけんど、買っていきなさる？お、今回は買うときの値段がめっちゃ安い。買います。そんじゃ、いくつ買いなさる？一株92ルブルだけんど、10株単位で売ってるんだに。これはもうこれ以上はそんなに、ね、安くならんのじゃないかと思うけど、どうでしょう。80株ってことは、全部で7360ベルだけど、それでええだに？オッケー。にゃはは、毎度あり。ありがとう、うりちゃん。さあ、これで。株株上がれ、上がるとええね。ありがとう。びっくりした、どこ行ったって思った一瞬。これか。80株。ふー。どうかな、ちゃんと儲かるだろうか。あ、何しようかと思ったら鍛えてたの。あら、いなさん、ご機嫌いかがだってば。話しに来たよ。今日も島に復活が心地いいと思わない？ふとした時に感じる潮の代わりに胸がキュンとなるのだってば。いいね、詩的な表現だね。やっほー、アイスいいね。オレンジっぽい色やね。あ、アイナちゃんじゃん。あは。なんか結構みんなさ、チョコアイスみたいなの食べよるけん珍しくない？お話ししよう。あたいはやっぱり晴れてる日が一番好きだな。太陽や月の光をいっぱい浴びたいもん。あは。いいね、いいね。お。あら、アイナさん、なのだわ。話しに来たよ。今日も島に復活がこっちいいと思わない？ふとした時に感じる潮の代わりに、ん、それはシャンティからも聞いたような気がする。そして、カジロー。やっほー。おはようさん。おめえも朝の散歩か？き。お話ししよう。そういや、家を出るときに紐だらけしたっけな。き。そういうのはちゃんと確認しときな。でも、ああいうのさ、なんか、お、めっちゃ何回も何回も、確認せんと気が済まん病気の人っておるっていうよね。さあ、この辺は、売りさばいて。でもそういうのさ、あれやん。虫取り大会で出ていただきたかったわ。ね、虫取り大会で出て、ちょっと高額な値段で売れたらよかったのに。くそ、売ってきとくか。どうもー。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。どうもー。アイナさん、いらっしゃいませ、ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。本日は日曜のため、株の買い取りはお休みですので、ご了承くださいませ。では何を売っていただきますか？とりあえずこの。あ、あともう貝もいいな。うん。あ、あとゲンゴロウもか。はい、どうぞ。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計8200ベルでの買い取りでいかがでしょうか？売っちゃいます。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ありがとう。ありがとうございました。ました。さあ、ってことでちょっと、私は新たにこのたぬきマイレージプラス、またなんかね、開ける項目があるんじゃないかということで、あの、河川工事のやつで、一部切り取ってみようと。え、戻したりもできるよね、別に。島クリエイター。アプリからのお知らせ。
新たに河川工事ライセンスの取得を確認しました。プラスで工事の切り替えができます。詳しい使い方はアプリから確認できる使い方を見るをご覧ください。島クリエイターを使って島の開発工事を始めようかな。始めます。工事の許可を取得しています。島クリエイターの準備ができました。工事中は必ずヘルメットを着用し安全第一で作業をしましょう。どこに工事の許可を取りようんやろうねこれいまいちわからんねえけど。んと、これで何をどうやって切り替えるって、よくわからねえ。プラス、あ、これか。河川工事ライセンス。これでさ、はぁ、あ、すげえ、そしてほら、できたよ。たぬきマイレージプラス。さあ、これで、お、当たった。島クリエイターで島おこし。島クリエ、あ、なるほど、そういうことか。道、川、崖。各ライセンスの初回使用時。そっかそっか、一つにまとめられたのか。肩書き、流されやすいパイオニア。たぬきマイル1000マイルゲット。そういうことだ。待って、これをさ、元に、リクリスタはなぜ飛んだ？なぜ飛んだの？おー、ほらほら、崩した。これ、ここの部分もなかったよね。こんな感じあったかな。まあ。こんな感じで。あ、これで切り替えれるってことね。工事を終わろうかな。はい、終わります。終了手続きを行っています。工事終了の手続きが完了しました。またのご利用をお待ちしております。まあ、なんか、ああいう感じで、川を埋め立てたりだとか、逆に崖を削ったりだとか、いろいろできるわけない。え、待って、こういうところにも雑草生えてくるの？いや。砂の上に生えるなよ。そういうところちょっと考えてよ。ああいう風にもなるのね。なるほど。初めて知ったんですが。さあ、じゃあ、あとはもう、崖工事のみということか。で、それが、じゃあ開いてない部分は何なんやろう。謎。メッセージ、あった。よし。はい、これで。拾ってくれてありがとう。テレビで DIY 番組を見てたら、僕の DIY 魂に火がついて、こんなレシピをひらめいちゃった。僕しか知らないなんてもったいないし、作り方を教えちゃうよ。よかったら君も作ってみてね。職人のサンデーより、DIY レシピゲット。サンデー。ライオンか。積まれた本。もう知ってる。結構な数、もう覚えたってことよね。あ、アンチョビは外にはおらんかったんか。お邪魔します。おお、なんか作ってるじゃねえか。いい感じだぞ。あ、独り言だから気にしないで。僕に何かご用？弟子。何してるの？今ね、よくある似合い石を作ってるところなんだよ。昨日夢の中で作り方を思いついたから早速作ってみてるんだ。僕が思いついたよくある似合い石の作り方、君にも教えてあげようか、弟子。なんか似合い石めっちゃ、レシピが集まる。任せて。ちゃんとメモしてあるから、これさえ見ればバッチリなんだ。だって高い庭石に低い庭石があるし、僕にだって作れるんだから、アイナくんだったらあっという間にできちゃうよ、弟子。普通ってどんなんやろ。逆に気になる。はい、よくある庭石。よくある庭石のレシピを覚えた。どんな感じ？よくある庭石。こんなの。よくあるかどうかちょっとよくわからんけど。わからんけど、まあ、そんな感じらしい。あれがよくある庭石で、これ低い庭石、苔むした庭石、高い庭石。庭石超集まるわ。ね、いいね。あ、見て。この間ゲットした、
カカオの木、ここにちゃんと置いといたよ。やっぱね、カフェとかにいい感じに青木やと思ったんよ。思ったんよ。いい感じやね。ここね、一番目立つ場所やし、季節ごとにちゃんと変えていくのがいいね。この低木。良きじゃない？めっちゃ良き。私このね、ツイッターにもね、朝顔アジサイの花をね、アップしたんやけど、いいよね。梅雨って感じ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。